バリーはアメリカ海軍の駆逐艦、ベインブリッジ旧駆逐艦の2番艦。艦名はジョン・バリー大将にちなむ。バリーは1899年9月2日にペンシルベニア州フィラデルフィアのネーフィーレビーシップエンジンビルディング社で寄港、1902年3月22日にシャーロット・アダムズ・バーンズによって浸水し、1902年11月24日に 艦長、N.E.R.Win、e. 隊の指揮下収益した。バリーは、北、大西洋艦隊沿岸戦隊の第一、水雷小艦隊に配属され、1903年の夏は、ニューイングランド沖で艦隊演習に従事した。1903年12月に、東海岸を出港し、スエズ運河経由でアジアステーションに向かい、1904年4月に到着した。 アジアステーションでは1917年8月まで戦艦戦隊の第一水雷小艦隊に所属したが、1908年4月2日から12月21日、1912年10月21日から1913年6月24日までの間は予備役にあった。バリーは1917年8月1日にフィリピンを出発し、スウェズ運河経由で、 ジブラルタルへ向かい10月20日に到着した。1918年8月まで地中海で商船を護衛し、1918年9月5日にサウスカロライナ州チャールストンに到着、同年の残りは商会及び船団護衛任務に就いた。1919年1月にフィラデルフィア海軍交渉に向けて出航し、6月28日に退役。 1920年1月3日に売却され、その後スクラップとして廃棄された。ありがとうございます。